逆にそれだったらちょっと怖いわ。はい、そういこう。行こう行こう。頑張ります。いやちょっとさ、中心が違うんよ。これね、伊田祐介さん。うん。バレた。あ、そうなんだ。
ナイスだ。やられちゃったわ。惜しい。惜しい。よかった。今できてたっちゃできてたけど。形にはなっとったよ。ポイントにならなかったっていうのは。最終的なポイントは全員ぶつけて終わるっていうポイントもやってたし。あれ次の岡崎大輔。そう。結構できたかな。とにかく流しが得意だし、夏のね、逆クロでレシーブやったら合うかもしれない。あ、これを一つ言えるのが、俺逆クロで今クロスレシーブ、クロスあるよ。あ、そうなの。昨日は頑張ってない。逆にしてやってみません。あ、こういう人ないかな。あ、何用意しよう。よし、ラスト。ユースケ、あれ赤なって。あ、もう傭兵たちとユースケにかけるしかないわ、俺。なかったやってるけどな。好きだったな。あ、ぶっ飛ばさっていいよ。いつも無理やったほうが。どうやってぶっ飛ばした、ぶっ飛ばした。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 そうですね。ちょっと。ゆうかり、2ゲームは取られとったけど、ゲーム作られとったしんちゃう。形は我慢する、我慢。結果がついてきたとか、いい試合をしてるときから。結果ついてきたな、俺らはやっぱね。なんてコメントしたらいいか。
の最後に。首絞まってあげたんだけど。違うみたいな。ちょっと足ついてくれば。ぴったりやっちゃうから。はい。そこが勝ち合ったら、あいつは本当に俺が勝てなくなる。中田下がった時に、こんなに若いのに、そうなんだ。うわっ、うわー、性格悪い。よう、あんなとこ狙うわ。口が言う。確かに。誰を見て覚えたか知らんけど。めっちゃいい。ナイス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 ナちゃんと使ったよ。ありがとうございます。柴田さん、柴田はこっち、あ、違う、紺色の前衛の人。いいよ、うかいくん。紺色の前衛じゃないかも。シンプルに、シンプルに。ありもわかんない、見てないかも。見てないから。いや、ちょっとめっちゃ、めっちゃいい。ボールくれた。すげえ。2回くれた。だって、こんなの全然ない。ナイモン、ナイモン。はい。はい。はい。うまい。そんな子に育てた覚えはない。やめろお前。ちょっと言うな。大好きさんは何も言えない。違う、逆に大好きさんはどこで育ったの。本当だよ。誰に教えてもらったの。ここにも悪いやつが一番悪い。ちょっと振り長かったね。ちょっとアホじゃん、横にいるから。うまい、もっとうまい。あ、うまい。松永さん、うまい。結果のライブコーチ。あ、そうなの。多分。これどっちの全点。多分女子。たくみナイスキャッチ。え、何？前の人。前の人が。紺色の人が。うまい。あさあ。これはもうこの人のドロップボール。天神対決。ロングのさ、たくみくんに対していい言葉かけてあげるって言ったら悪いことしか言わない。レシーブ取れたらやばい。はい、チャンス。普通に多分メリーだと全然取られてる。あれはあれも
運動神経で戻る、戻る、あれちょっとおかしい、あれ今のは違う、ソフトテニスね、今の場でもう坂本くん大好物で今はどうする何とかで残るボディーに当たっちゃうんだよ、入った入った、どこかどこちょうど絶好あれはしゃあない、俺もウォッチする、ナイスでしょ、じゃあ流し見てサーブからの3本目あーしい、リクって意外とショートボール弱いんだよ、短いやつ、取れるけど、はい、いい感じよ、いい感じ、いい感じ、結構すぎる、これ。あ、それね。確かに。あ、